皆さん、こんばんは。今回はですね、この水垢で汚れてしまった僕のケイマンを洗車するという、動画になっております。いきなり喋ってますけれども、字幕をつけるのがめんどくさくなったわけじゃなくて、まあ、たまには喋るのもいいかなと思って喋ってます。iPhone とかで無音で見てる方は、字幕モードをオンにしていただくと、無音でもね、字幕が表示されて何を喋ってるかって分かるので、そんな感じでお付き合いいただけたらなと思ってます。で、最後の洗車って言ってるんですけど、皆さんご存知の通り、私のケイマン、ナルドグレーにフルラッピングをしているので、この白ボディを洗車する、まあその普通の鉄板のボディを洗車するのはこれが最後になるので、まあ、最後の洗車ということで、動画をお送りしたいと思ってます。で、今ね、洗車道具を出してるというところなんですけれども、この動画自体は、今年2023年の4月に、まあ、実家で、撮影した動画で、まあ、ちょっと前の、まあ、しかもまだ肌寒い時の、動画になるんですけれども、その半年以上前の動画だと思って、見ていただければと思ってます。ちょっと時期的にはね、まだ肌寒かったんで、長袖長ズボンなんですけども。はい。で、今道具出してまして、まあ、ブラシとかね、シャンプーとかね、出してるとこでございます。で、まず、まあ、洗車にあたっては、ホイールの方からね、洗っていきます。順番的にはね、別にボディから洗ってもホイールから洗ってもいいんだと思うんですけど、多分一般的な外車だと、ブレーキダストで、ホイールがすごい汚いんで、まあ、ホイールが一番汚いところなんで、先に洗うっていうのが、まあ、一般的な洗い方なのかなと思ってます。で、まあ、実家なんでね、こんな感じで、水道のシャワーを使って、なんていうんですかね、こう潤沢なこう水資源というか、これが都内の洗車場だと、この水なんてね、こう自由に出せないですからね、時間決まってて、しかも値段も高いし、まあ、それがね、実家で洗う、こう、まあ、いいところかなと思ってます。今、この吹きかけてるのは、CCI のシャンプーで、スマートミストですかね。スマートシャンプーってやつですね。もうこれ結構匂いもいいんですけど、前、日比谷じゃないな、茅場町かな？の駐車場で、東京の地下駐車場で洗車してる時の動画でもこれ使ってるんですけども、普通にスプレーでシュッシュってこう、ボディに直接スプレーすると、泡が立って、泡で洗えるっていう洗剤ですね。シャンプーですね。これのいいところは、まあ、安いっていうところね。まあ、こういう高いやつって結構高かったりするんで、本当に数千円したりするんですけども、これは私が買った当初は、Amazon で600円とか700円とか、今見ても1000円ちょっとなんで、まあ、非常に安くて、もうガンガン使えるっていうのがメリットかななんて思ってます。で、このスポンジで表面洗った後に、この内側を洗ってますね。ホイールの内側ね。で、この時に使ってるのが、100均の、トイレ用のスポンジです。これがなんか、ね、角度がついてて、結局一番洗いやすいし、なんかボロくなったら捨てられるっていう理由で、重宝してます。結構ね、この水をね、ちゃんとかけないと、ホイールナットの、ナットホールっていうんですかね、ホールの隙間に泡が溜まっちゃって、それが乾くと後になっちゃったりするんで、まあ、割と水は結構多めにかけてます。で、このホイール自体ね、ガンメタなんで、あんまりこう、ホイールの内側をね、綺麗にしても、まあ、そこまで、変わるかっていうかね、うわ、すげえ綺麗になったなーって感じはしないんですけれども、それでも綺麗にするとね、一皮むけた感じがするので、ね、非常に気持ちいいですよね。はい。で、これ、今、おはじきのマルチディープクリーナーを使って
ってますね。これちょっと買ってみたんですけど、ちょっと今、過ぎちゃいましたけど、ブレーキラストがなんかこびりついているホイールの隙間というか端っこですかね。ちょっと見ていただければわかるんですけど、ちょっと茶色になってる部分。まあ、これに吹きかけて落ちるかなっていうのをやってますね。おはじきのこのマルチディープクリーナーっていうのが、ね、アルカリ性の、クリーナーで、まあ、YouTuber の、アスカさんが、販売している、クリーナーなんですけれども、結構いろんなところに使える、ピッチとかタールとか、そういう汚れとか、ホイールの、ブレーキダストとか、そういうのに使えるっていうことで、結構マルチに使える、クリーナーらしいんですけども、ちょっと試しにね、使ってみようっていうことで、今使ってます。1回目、ちょっとこれ洗ってみたんですけども、まあ、ちょっとこびりついたブレーキダストはね、なかなか、まあ、焼きついちゃってるのかもわかんないですけども、1回目ではちょっと綺麗なんだけど、2回目、ゴシゴシと洗ってます。まあでもこの辺はもう食い込んでるっていうかね、塗装に焼き付いて食い込んじゃってる部分だから、ちょっとね2回目で綺麗にならなかったんで、この、カーピカーレインですかねの、クリーナーを使うと。これ結構ね、私、重宝して使わせていただいてるんですけど、カーピカレインじゃないですね。ごめんなさい。ピカピカレインと被っちゃった。カーピカイズムの、ステイン&スケールクリーナーってやつで、さっきの、クリーナーがアルカリ性なんですけど、これは酸性なんで、ちょっと強めの溶剤になってますね。まあ酸性なんでちょっと手袋をしてますけど、少しこう、この溶剤を、患部というか落としたいところに塗布して、でちょっと放置して、マイクロファイバーで擦ってるって感じですね。水垢汚れになってるんでちょっと擦れば落ちますね。この辺のはちょっと完全に除去しきれない。今喋ってると思うんですけど、今完全に落ちきんないけど、だいぶ綺麗にはなりましたね。まあ、もっと擦ればね、この辺綺麗になるんだと思うんですけど、まあ、正直この車、皆さんご存知でガンガン走って使ってるんで、まあ、このすごい細かいところまで全部綺麗にするかっていうと、まあ、他にもね、ちょっと汚れてるところとかあるんで、まあ、こんなもんでいいでしょうっていう感じで、今回はフィニッシュしてます。でこれ右リアの、ホイールですね。さっきのおはじきさんのマルチディープクリーナーじゃなくて、CCI の、シャンプー使ってますけども、まあ、ちょっと値段がねやっぱ違うんで、オイソルとねガンガン使うわけにはいかないと、ちょっと正直なところですけれども、逆に CCI の、シャンプーは安いんでガンガン使えます。で一本一本ゴシゴシと、一応ディティーリングブラシを使って洗ってるわけですけども、まあ、ちょっとブラシを使うとね、こう触ってる部分触ってない部分っていうのが結構分かりづらいというか、もう自分の感覚になっちゃうんで、洗ってんのかなっていうと、まあ、要は洗い残しですね。そういう部分もあったりするんで、まあ、細かい部分はブラシで、結構面の部分とかは、なんかブラッシングミット、手で洗うミットとかの方が、まあ、このホイールはいいのかななんて思ったりしてますね。で、例によって、ダイソーのトイレブラシで、ホイールの内側を、ゴシ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 と洗っています。これはリアホイールなんで、まあ、ブレーキのローターがちっちゃいんで、
もうかなり洗いやすいですよね。多分これ手突っ込んでも綺麗に洗えるんじゃないかななんて思ってます。フロントのホイールと同じく念入りに泡を洗い流して、いますね。まあグレーのホイールとはいえね、やっぱ綺麗になると気持ちいいですね。うん、差異が明確に分かるんで。でこれはフロントのホイールですね。同じように洗っています。やっぱね、当然ですけどもフロントのホイールの汚れってすごいですよね。やっぱりこう国産車と欧州車じゃもう全然フロントというかホイールの汚れ方違うんで、なんかもう欧州車と国産車じゃあの車の洗い方違っちゃいますよね。ホイールなんかもうドロドロのもうギトギトになって真っ黒なんで、もう絶対ホイールから綺麗にしなきゃいけないっていう感じだと思いますね。でこれ今使ってるのは、まあ、さっき CCI のスマートシャンプー使ってましたけど、フロントはちょっといきなりおはじきの、マルチディープクリーナーをちょっと使わせてもらってますね。あのこれ使うの初めてだったんで、どんな差異があるのかなっていうことで、使ってみました。まあ、結論から言うと、こうやってさーっとこうホイールのブレーキダスト汚れを落とす感じでは、まあ、そこまで差異はなかったかなというのが、まあ、正直な感想ですね。こうやってなんかこう汚れたホイールをきれいにしてる動画を見るだけでなんか気持ちいいっすよね。自分がやってる動画を見てるだけなんですけど、私個人的にもなんかきれいになっていく様を見るのは気持ちいいもんですね。まあ洗ったらちゃんとね、一本一本すぐに洗うという感じで、まあ、少し放置しちゃうと、まあ、乾燥して泡が逆に後になって汚れになっちゃったりしたりするので、まあ、これ洗ってる、まあ、動画撮ってる時期が4月なんで、まあ、そこまで気温は高くないというか、まあ、むしろ低い、まあ、20度前後なんですけど、早朝なんで真夏に洗ったらね、ほんと洗ってるそばから泡がカピカピに乾いちゃうんで、すいません、ちょっとカミカミで申し訳ないですけど、どの洗い上がりもすぐに洗い流すと、まあ、真夏だったらね、逆に洗い流した水も乾いて後になるんで、ウォータースポットになっちゃったりするんで、まあ、真夏に洗車するなっていうことなんですけど、万が一、まあ、そういうことがあれば、まあ、すぐに拭くということが必要ですね。はい、で、まあ、ホイールの洗浄を4本終えたので、まあ、ボディを洗っていきますとということで、満を持してボディに水をかけていきます。まあ、前日の理由から、いきなり、ボディとか、全体に水をかけることはせずに、部分部分で洗っていって、で、徐々に水をかけていくっていう感じでやっていってますね。はい、で、今、ここの、この折りたたみバケツに入れたのは、プロスタッフのガチ泡シャンプー。僕は持ち運び用に、ガチ泡シャンプー自体は普通のシャンプーみたいな、ポンプ式なんですよ。普通のシャンプーというか、ヘアシャンプーみたいな感じで。でも、ポンプ式だと持ち運びできないんで、100均で買った洗剤の容器、洗剤を移し替える用の容器に移し替えて使ってます。で、これを冒頭に出ましたけども、ビニール袋というかポリプロピレン
ですかね、あのチャック付きの、袋に、入れて、助手席の足元に入れて、私はあのいつも持ち歩いて使ってるという感じですね。でまああの泡つけて、洗っていくという感じで、まああの私があの洗車どうこうって言わなくても、あの本当に洗車のプロの動画とかいっぱい上がってるんで、もう洗車の仕方なんかもね、みんな知ってると思いますし、あのこう今更解説する意味もないと思うんですけども、まああの 上から下に洗っていくというかね、本当にあのボディの下側が汚れるので、もう ここはもうあの、まあ、つどつどスポンジをきれいにしながら、本当にこすらないようにして、まあ、汚れを、まあ、こするというか洗うというか、もう浮かせ取るみたいなイメージで、きれいにしていってますね。まあ、ただあの A5 時代に比べると、なんかあのKマンの方が丸みを帯びてて、割と面が複雑なんで、汚れ方っていうのがあの均一じゃないんですよね。A5 とかだと割とカクカクしてるんで、均一に汚くなるんですよ、ボディカブっていうのが。で、ケーマンの場合はボディカブといっても、このドアの内側がこうえぐれてる部分とか、サイドシルの部分とか、フェンダー周りとか、その面構成が結構複雑なので、それぞれ意外とこう違う汚れ方をしていて、まあ一口にこうボディカブといっても、まあ洗い、あの汚れ方それぞれなんで、まあ本当に汚れてるところは、あの、あんまり擦らないように洗うと。で、そうじゃないところは、まあ、まあ時間効率考えてさっと洗うみたいな、そんな感じですかね。まあ面ごとに洗い流すという感じで、これがね、あの、まあ、最初にも申し上げましたけど、本当にこう都内の洗車場とかだと結局スプレー式のこう何ていうんですか、モーターガンというかハンドガンというか洗車ガンというか、時間決まってるから、こんな面ごとに洗って止めてみたいな、まあ、まずできないんで、まず時間通りに、きれいに洗い終えて終わるっていうのがもう、それがもうミッションになっちゃってるんで、こんな丁寧には洗えないですよね。で、あの、給油口を開いて、給油口の内部も洗ってるという感じで、こういう時にやっぱスプレー式の洗剤っていうのが非常に便利ですよね。で、まあ、ディティリングブラシで、ゴシゴシと洗ってるって感じで、この結構ね、給油口の中もね、まあ泥っていうか土ぼこりが溜まったりするんで、まあ、ブラシとかで綺麗にすると結構気持ちいいですね。この水とかも水抜き穴が奥にあるんで、これがあのたまに泥とかで詰まったりするんで、まあ僕のKマンとかではないんですけど、A5 時代はよく詰まってたんで、まあ、その辺もね、この洗車のタイミングでちゃんと水が抜けてるかっていうのをメンテナンスしてあげるといいかなと思ったりします。そうね、この時は、全然もう数ヶ月洗車ができなくて、雨の日走った後も洗車ができなかったので、まあ、キーパーであのコーティングをしてるとはいえ、水垢がついちゃってまして、それがですね、結構最初の洗車で洗っても落ちなかったんで、今あのアルカリ性の、マルチディープクリーナーで、ちょっとこすってきれいにしてるところです。やっぱね、洗車ね、特に冬場とかね、なかなかするタイミングっていうのは難しいんですけど、まあ、汚れたらすぐ洗うっていうのがやっぱ一番いいですよね。雨の後走った後とかも水垢になっちゃったりするんで、なんかね、手洗いにこだわってね、
ちょっと放置してた時期もあったりして、そのぐらいそれで汚れるぐらいだったら最初からあの洗車機突っ込んじゃった方がいいと思うんで、もうその辺はね、うん、ある程度見切りつけてやった方がいいのかななんて思ってます。で今あのブラシで細かい部分ですね、隙間の部分をね洗ってます。ここにまあ砂ぼこりとかね入ったりするんで、それをブラシでかき出すという感じですね。で、エンブレムの部分ですね、まあ、冒頭でもちょっと、まあ、見にくかったと思うんですけど、あのこのエンブレムの部分には水垢がついてしまっていて、まあ、数ヶ月洗車ができてなかったんで、まあ、ちょっとこれをきれいにしたいなという感じで洗車してます。でまあ、あの今となってはあのこのエンブレム全部外してしまったんで、あの、うん、まあ、今更感はあるんですけど、1回目パルチジップクリーナーで落としましたと。で1回ちょっと拭き上げたんですけど、あのこの動画ではねほとんど分かんないというか、カメラ越しだとほとんど分かんないところもあるんですけど、肉眼ではやっぱりちょっとまだスケール汚れというか水垢汚れが残っている部分があったので、さっきの酸性の溶剤、ガーピカイズムのステイン&スケールクリーナー使って、この柔らかい筆で綺麗にしてます。まあ、酸性の溶剤なんで、ね、使ったらすぐに流すという感じですね。はい、そういうわけで、おおむね綺麗になったので、拭き上げていくというところです。使ってるのはあのシルクドライヤーの、シルクドライヤーなんだっけこれ、あ、ごめんなさい、シルクドライヤーのじゃない、シルクドライヤーです。 G4 のシルクドライヤーで拭き上げてると。あ、これはちょっと全然関係ないんですけど、あの小傷があったんで、それをね磨いてるところです。これなんだっけ、何使ってたんだっけ、 3M じゃないな、プロスタッフかなの、まあ、車の、小傷補修みたいな感じのやつで、まあ、本当にあの小傷っつってもボディー層のクリアの上についてる傷なんで、まあ、削り取る、磨き取るっていう感じの方が正しいんですけど、コンパウンドですね、コンパウンドで、綺麗に磨いてるところです。ちょっと分かりづらいけど完全に綺麗になってますね。はい、というわけでさっきのね G4 のシルクドライヤーは、M サイズですね、 L サイズと M サイズ、僕が買った当初は M サイズと L サイズっていう 2種類があって、でちっちゃい方を使ってます。あの僕の友人の、ヨシヒロ君は L サイズを、F32 の、4シリーズに使ってますけれども、まあ、ケーマンとかでもちょっと M サイズだとちっちゃいかな、 L サイズでもいいかなぐらいなんですけど、まあ、持ち運びを考えて、M サイズ使ってます。
まあちょっと絞りながらですけども、まあギリ使えるっていう感じで使ってますけども、吸水性が良くてね、非常に使い勝手がいいです。でこれは CC ウォーターゴールドですかね、まあ、簡易コーティング剤ですよね、それを使って塗ってます。この車自体は、キーパーコーティング、クリスタルキーパーを、2022年の夏にやっているので、まあ、この時はまだ1年経ってないぐらいなんで、コーティングは残ってるんですけど、まあ、オーバーコートっていう意味で、コーティングをしてるというとこですね。はい。で、ボディのコーティングした後は、タイヤワックスですね。これはソフト99の、ギラエッジっていうね、なんかもうドン・キーホーテで売ってそうなパッケージと名前なんですけども、タイヤの形にスポンジがこう、なんですかね、溶剤の先っちょにスポンジがついてて、でそれがタイヤの形になってるんで、非常に塗りやすいんですよね。で、あと、まあ、水性っていうところも大事で、まあ、油性だと、ま、ちょっとタイヤにね、まあ、あんまり良くない影響というか、まあ、ゴムなんでタイヤが。まあ、タイヤのゴムにあんまりダメージを与えないっていう意味では、まあ、水性のものがいいっていうところは、ね、セオリーとしてありますけれども、それかつ塗りやすい形状と、値段が安いっていうところですね。まあ、確かも本当1000円前後だったと思います。まあ、私はタイワックス塗る派で、まあね、ガンガン走ると、タイワックスなんてすぐ取れちゃうんで、本当に飾っとくようなんですけど、まあ、塗っとくとね、綺麗に見えるんで、塗ってます。はい。で、今ちょっとコーヒー飲みながらフィニッシュというところで、お付き合いありがとうございました。